僕もこれでコンサルでお伝えします。で、アフィリエイト商材のですね、選定についてご相談いただいてます。結構細かいところで、海外移住をされたい方なんですけども、出会い系の、アフィリエイト商材の選定、あと、アフィリエイト商材の選定の一覧ですね、アフィリエイト商材の一覧、ランキング、おすすめ一覧を知りたいですということなんですけども、まあ、もちろん細かいところはですね、僕の、サイトの方で紹介しますので、またそっち見ていただければいいんですけども、まあ、出会い系とかですね、結構アフィリエイトで好まれていますよね。まあ、いろいろあるんですけども、選び方としてやっぱりですね、EPC とかですね、そういったそのちゃんとした数字で見るということですよね。なんとなくですね、売れそうだからとかですね、見た目が良さそうだからとか、名前が知れてるからっていうことで、商材を選んでしまうと、大抵制約しなくなってしまいますので、実は地味でも制約するものってあるんですよね。で、ネット上のインフルエンサーっていうのも、一般的に知られてなかったりするんですけども、いますので、